ジークフリート・アドルフ・ハントローザーは、ドイツの軍人、医学者。医学者としては、プロフェッサー、ドクター・メドの称号を持ち、また軍人としての最終階級は、陸軍軍医大将である。第二次世界大戦中に、国防軍衛生本部長官などを歴任した。ニュルンベルク裁判の後に行われた、医者裁判で裁かれた被告の一人。 1895年3月25日、バーデン大公国のコンスタンツにて、音楽監督の父コンスタンチンと、母、アンナ・マリアのもとに生まれた。1903年、ベルリンのビルヘルム皇帝軍事科大学校に入学。1910年には、医師国家試験に合格した上で卒業、陸軍軍将位に任官。1911年には、 ショーチフスの具体的な治療法と題した論文で、博士号を取得した。その後第一次世界大戦に従軍し、敗戦後の一時期は、議院選大学病院などに医師として勤務した。1928年1月から国軍省の陸軍、軍医総幹部に配属される。1932年5月1日までに、軍医省省への昇進を果たし、第五軍団、軍管区に、 軍艦区付軍医として配属される。1935年には、ドレスデンの第3軍集団の軍集団付け軍医1938年4月1日には、軍医中将に昇進して、ウィーンの第5軍集団の軍集団付け軍医となる。1939年には、第14軍及び第12軍にて軍付け軍医を務め、1941年1月1日に、 軍医外将に昇進するとともに、陸軍軍医総監に就任した。1942年6月、国防軍最高司令部内に新設された、国防軍衛生本部の長官に就任した。これによって彼は、軍全体の医療、衛生における最高責任者となったため、後に、国防軍の軍医や衛生兵が、捕虜に対して行った、戦争犯罪の責任を追求されることになる。 また、ハントローザー及び国防軍衛生本部は占領地における慰安婦の調達や慰安所の経営に関与したことも知られている。彼が計画した欧州における慰安所の管理及び運営はビシー政権下のフランスにおいて最初に遂行された。1943年1月には各戦線における国防軍の重要拠点への設置を宣言している。 医者裁判の際に撮影されたマグショット1946年12月9日に捕虜となり1947年7月19日には医者裁判において起訴され戦争犯罪及び人道に対する罪で有罪判決を受け終身刑を宣告された。ハントローザーは判決に対して少なくとも低温実験やサルファ剤実験。 チフス感染実験などの人体実験については、新英隊が管轄する強制収容所で行われたのであり、国防軍の将兵が関与したものではないと反論した。しかし結局は、新英隊、警察医学総監だったエルンストロベルト・グラビッツも、陸海空軍の軍員総監と同様に、国防軍衛生本部長官たるハントローザーの指揮下にあったとされ、 国防軍及び新衛隊のすべての衛星、医療に関して、ハントローザーが責任を負うものとみなされた。1951年1月31日、アメリカの高等弁務官ジョン・ジェイ・マクロイによって、懲役20年に減刑され、間もなく、健康上の理由により、ランツベルク先般収容所から釈放された。1954年7月3日に、ミュンヘンの病院にて、 がんのために病死した。ABCDEFG ラングラストでドイチェン・ライクスハースミトラーソーンベルリン 1930S100 ありがとうございます。